江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、韓国の医療大乱、医師たちのストの話なんですけど、韓国の医療大乱で医師たちが日本のデマを広げていた。なんで日本出てくるのかさっぱりわからないんですけれども、それではですね、見ていきましょう。くーちゃんお願いします。渓谷より16年早く医学部の定員拡大を始めた日本は、今も現在進行形だ。医師数が渓谷より多いにもかかわらず、依然として医学部の定員を増やしている。7日、日本の文部科学省によると、日本は今年医学部の定員を9403人に策定した。昨年より19人増えた。日本の人口は渓谷の 2.4 倍水準だが、医学部の定員は3倍多い。日本は1960年代医学部の定員が現在の渓谷と同様の3000人水準だった。経済と人口成長によって着実に医学部の定員を増やし、1981年には8280人に達した。以後成長率が下がり、医師過剰供給指摘が出てくる夜定員を多少減らしたりもした。それでも07年まで7625人を維持した。07年、日本を騒然とさせた事件が起きた。奈良県で臨月の妊婦が出産間近で救急車に運ばれ、病院に運ばれたが、11箇所で断られた後、大事が死産された事件だ。日本の救急医療システムが弱点だらけだという指摘が出て、再び医学部の定員拡大が推進された。日本政府は08年168人の増員を皮切りに、毎年定員を増やしてきた。07年と今年を比べると、17年間で1778人、23.3% 増加した。日本も、やはり、革新は、地域医師、必須医療医師の不足だ。単に医師数を増やすだけでなく、地域義務勤務制度などを導入して、奨学金を与え、一定期間、9年、医師が少ない特定地域で勤務するようにする。しかし、国内では医学部の定員拡大に反対する医療界を中心に、日本は医学部の定員を減らすという主張が広がっている。日本も減らすのに、渓谷はなぜ増やすのかということだ。一部のメディアはこの主張を事実のように報道している。偽ニュースが出回る背景は、日本厚生労働省の資料を歪曲したためだ。厚生労働省は毎年医療従事者の受給に関する検討会を開き、今後の政策方向の参考とする。検討会では毎回医学部の定員を減らそうという主張が出ているが、会議出席者の相当数が医師団体代表など医療界の関係者だ。日本政府の会議ではあるが、医師が集まって展開した主張を政府政策だと歪曲しているというのが専門家たちの指摘だ。日本政府も同様に、いつか医学部の定員を減らさなければならないということに共感している。今のように医師を増やせば、2029年には需給均衡を成し遂げた後、以後超過供給に転換されるという展望に従ってだ。しかし今は減らす時ではないというのが確信だ。むしろ日本国民、医大生は医大定員縮小に反対している。日本の医師の 40% が過労死の危険に直面しているほど、依然として医師が不足しているという認識の方が多いからだ。働き方改革が前提になってこそ、医大定員を減らすか検討するというのが日本政府の公式方針なのだ。日本現地業界関係者は、医大定員を増やすということに医師たちがストライキする渓谷を全く理解できない雰囲気と伝えた。医大定員を増やすということに医師たちがストライキをする韓国を全く理解できない。はい、韓国、いや、理解できない。理解しようと努力するだけ無駄ですよ。はい、じゃあですね、こちら、渓谷の反応いきましょう。いやー、そう、うん、理解できないもん、私も。日本及び先進国は着実に医師の定員を増やしています。患者たちの命を担保に、渓谷の医師たちはお金に熱狂した悪魔のような奴らです。62379。明らかだよね。大統領を嫌う子たちが、なんとか支持率を落とそうと、偽ニュースを撒き散らし、誰かが話したら、その言葉を信じることになるし、わらわら。どうして、老人人口の割合が最も高い国で医師を減らすことができるのか。70歳を過ぎたら毎日のように行くのが病院なんだけど、371、32。
大系民国の医師会はすでに怪物だ。どうして国民の上で君臨する医師会になったのか。今回だけは政府は退いてはならない。26119。OECD の平均指数は国民1000人あたり 3.7 人。K 国は漢方医も合わせて 2.5 人。現在、K 国の医師数は13万。OECD 平均に合わせるためには19万に増やさなければならない。来年から2000人増員しても、この学生たちが医師になるのは10年後であり、1年に2000人ずつ増加して19万人を作るには30年がかかる。渓谷人が OECD 加盟国の中で最も多く病院に行く。いい加減にしなさい医者たちよ。医学部定員を増やすために医師がストライキをした国は世界で渓谷が唯一だ。25118。これまで前政権は医師たちの反発で増員を諦めていた。医師が国民の生命を担保に自分たちの利益を得ることは断固として処罰してでも正す必要がある。32.1。記者さん、日本と渓谷は医療システムがかなり違います。必須医療報酬も違いますし、もっと勉強して記事を書いてください。23。ああ、これはちょっと言わないとダメかな。まあ、どちらかというと医療対案は、まあ、医者のファビョってるっていう印象が強いと思うんですけども、医者にも医者なりの言い分がありまして、医者っつっても一概に、まあ、もう、いろんな科があるじゃないですか。で、儲かってるのはやっぱり、まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、やっぱり美容とかね、皮膚科とか、いう、非保険診療が儲かってるんですよね。で、一方ですね、保険診療の、本当の必須に必要な内科とか外科とか、小児科とか産婦人科とかっていうのは、保険適用が日本より多くないんですよね。でも、忙しくて、まあ日本のお医者さんより、そういう人たちは、正直言って収入少ないんですよ。そういう背景もありますね。おかしくないですか？医者たちが時間外80時間で苦労するとかなんとかってすごく恩着せがましく言いながら、だから時間を減らせるように医者先生をもっと増やそうと言ったら集団辞職だなんて。13.1。国民健康公団を作った初期のことを考えてみてください。庶民の誰もがお金の心配なく医療サービスを受けられるようにしようとしたのに、今救急室に運ばれても1時間前後待ってからの医療行為が正常か？医者が多くて病院も多くなければならないと思う。今デマをしているのは自分の利益を奪ってお金を稼げないというお金持ちの誰かの悪辣な考えだと思う。81。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いきましょう。はい、それではですね、上の方からですかね。自分たちで自信が持てないからあっちでもやってるって言い出す。何にせよ、お国の財政が足りないから医療報酬すら上げられないのが警告。お前らは医学部の定員増やしても子供がいないんだから意味ないだろ。他国の都合の良い数値を持ってきてマウント取ろうとするいつもの警告。過疎地の診療所にも医者を回したいんだよね。ねえ、今はすぐに嘘バレるんだからやめた方がいいよ。みっともないから。だからなんだよ、お前らに1ミリも関係ないだろ。こっちみんなし。なんでそこまで日本と比べたりするんかな。国の規模が違えば医師の人数も違って当たり前ってわからないのかな。医学部定員増やしたって小児科、産婦人科、外科など診療上リスクがある診療科は拒否されるんだよ。美容整形外科に逃げない日本と美容整形外科ばっかの韓国兄さん、わらわら。他国の状況は関係ないじゃん、わら。自国に医者が少ないから増やすんだろ、わら。日本は日本の事情があるんだよ。背景が全然違うのに比べてどないすんねん。モンスターグレーマーしかいない国で産婦人科医とか小児科医とか無理筋だろう、爆笑。歪曲？お前らがいつもしているだろ。だから日本を見るな。お前らは自国のことだろ。自分たちで解決しろよ。理解しようとするだけ時間の無駄、わら。渓谷を理解しようとしてはいけない。渓谷の選択は常に悪手。そもそも、なんで医師増やすってなったのか、そこんとこよく考えてもろて、わら。マザーテレサ、医療のない施設で患者が苦しむのを見るのが幸せでした。だから、医者なんていらんよ、わら。トコジラミの国だから、皮膚科は必須にだ、わらわら。保険診療報酬上げるのが先なんだよな、でなきゃ医師が逃げるだけだよ。すべての根幹は、政府の懐が寂しいからさね。皆健康保険がまだ早かったんだよ。渓谷さんには米国みたいに全額負担で医療を受けたら。
はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。